ホルヘルイス・モレイラ・フェレイラは、パラグアイ・グアイラ県ビジャリカ出身のプロサッカー選手。リーガプロフェッショナル・アルヘンティーナの CA、リーベルプレートに所属している。ポジションは DF。2009年に、国内リーグのクラブに出マよで、プロデビューし、2010年にクラブ・リベルタに移籍。2016年シーズンまで同チームの主力として、活躍。2016年7月21日。 スーペルリーガアルヘンティーナの CA リーベルプレートと4年契約を締結。2018年のコパリベルタドーレスでは優勝を経験。フィファクラブワールドカップ2018では準決勝でアルアインに敗れるも3位決定戦でカシマアントラーズを下して3位入賞を果たした。2019年2月20日、ポートランドティンバーズに1年間のローン遺跡で合意。 2019年シーズンは27試合に得点を記録した。2009年にエジプトで開催された 2009FIFAU-20 ワールドカップに U-20 のパラグアイ代表として出場し、決勝トーナメント進出に貢献。2010年4月の南アフリカ戦でフル代表デビュー。しかし、コパアメリカ2011、コパアメリカ2015、 コパアメリカセンテナリオ、コパアメリカ2019といった国際主要大会は招集外に終わっている。ありがとうございます。